キヨビヤドクガエルは、ヤドクガエルかヤドクガエル族に分類されるカエル。ガイアナ、コロンビア東部、ブラジル北部、ベネズエラ体長3から3.8センチメートル。黒い体色に黄色い横帯が入ることが、和名や英名。また黄色い横帯の中に黒い反転が密集する、個体もいる。覆面は黒い。種小名ルカメイラズは、白黒ののい。指跡の先端には、 吸盤が発達する。標高80から500メートルの熱帯雨林等に生息する。地表性。野クがいる族内で唯一寒気に休眠する。植生は動物食で小型昆虫類や節足動物等を食べる。繁殖形態は卵生。落ち葉の下等に8から9個の卵を産む。卵は10から14日で孵化する。孵化した妖精は、 オスは一頭ずつ背中に乗せて水場へ運ぶ。妖性は70から90日で変態し、幼体になる。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。モルフにもよる、画像区内でも流通量は多く、主に飼育か繁殖個体が流通する。主に飼育か繁殖個体が多く流通していること、多種に比べて、 高温や乾燥に対する耐性が強く性質も物おじしないことなどから野毒がいる飼育の入門種として紹介されることもある。テラリウムで飼育される。生体に対して大型のケージで飼育するのが望ましい。ケージにはヤシガラドや腐葉土等の保湿力があり、潜りやすい床材を敷く。極度の群れに弱いため、蓋やケージの側面を金網等にして通気性を確保する。 枝や流木、観葉植物等を組んで活動場所や隠れ家にする。極度の高温や低温には弱いため、夏季にはケージを風通しの良い場所に置いたり、冷房器具を使用する。逆に冬季には暖房器具を使用したり、ケージを温室に収納する。昼夜の差をつけたり、ケージ内の観葉植物のため、観賞魚用や、爬虫類用の紫外線の少ない蛍光灯を、点灯する。餌は、 書類のコオロギや症状場へ等を餌容器に入れるか、ケージ内に直接入れて与える。餌に対しては事前にサプリメントを振りかけて栄養価を上げる。長期飼育された個体や飼育か繁殖個体は毒性はないとされるが、念のため素手で生体を直接触れることは避ける。もし素手で触れてしまった場合は、すぐに手を洗うようにする。ありがとうございます。